同級生の菊川さんが出てくるんです。もう何日も寝てないんです。助けてください。助けてもらえたらこっちの方だよ。怖い。お母さんに会いたいのは僕の母親に似ている気がするからなんだ。お母さん、お母さん。少女を救うため、母の思いを知るため、今悪夢の中へ。しまった。ここは俺自身の夢の中だ。お母さん、ねえ、世界は怖いのばかりだの。あなたにも人の心が分かってしまうの。そんなの私だけなりにしよう。ごめんね。あなたを産んでしまって。組めたん